Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back.どうも、激辛ジョニー・ヨスケ、おまみなのしに火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、沖縄県浦添市にありますあがりやプラスさんにやってまいりました。こちらはですね、沖縄伝統料理の沖縄そば、ソーキそばが楽しめるということで今回やっていくんですけども、なんとこちらに激辛メニューがあるということで今回やっていきます。そちらのメニューがですね、激辛赤ラー油そばということで、まあソーキそばにしてはね、珍しい激辛そばになります。辛さの源としてはですね、ラー油、唐辛子、豆板醤、この3種類で辛味を加えているということで非常に楽しみでございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが激辛赤ラー油そばということで、小辛、中辛、大辛、この3つなんですけど、さらにね、もっと汗かきたいよと、僕もっと激辛食べたいよということをね、こうスタッフさんに伝えていただくと、これ、やってもっと辛くしてくれるそうで、なんとですね、先ほど紹介しました唐辛子、豆板醤、ラー油にさらにこれハバネロソース、はい、を加えておくと、これとんでもない辛さだということで、これまさかの展開で面白くなってきたな、この野郎。いただきます。さあ、赤ラー油そば超激辛、お手並み拝見ですよということで、さあまずはスープからいきましょう。いただきます。すごいね、結構ちょっとドロッとしますね。ハバネロソース強烈、ちょっと辛さがこう浸透してくる前に全部食べちゃいたいと思います。はい、スピード勝負、いただきます。じゃあ麺も、パンチ効いてるな、ちょっとごまも投入。実は昨日全然プライベートでソーキそば普通に食べてきたんですけど、なかなか珍しいですよね、激辛ソーキそばって。あ、美味しいですね。うん、あ、強烈。そしてソーキといえば、これにソーキ豚のあばら骨の肉、ジューシー、甘噛みで食べれちゃう、おいしい。入ってる具材ね、これもやし、糸唐辛子、ハバネロソース、豆板醤、唐辛子、ラー油、あとこれ肉団子みたいなのもありますね、あとソーキ、うん、豚のあばら骨。
辛い。ハバネロが強烈だね。確実に今まで食べたソーキそばで一番辛いですね。まあ、そもそも辛いソーキそばなんて珍しいから。残すところはスープのみ。最後この激辛スープを飲み干してこの激辛バトルにケリをつけたいと思います。うおースープマジで危険だねこれね。沖縄来て3日目ですけども、最大の山場ここにありと言わんばかりに、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。アガリアプラスさんの超激辛赤ラー油そば、辛さレベルじゃららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございますということで、もうやばい、もう汗止まらないわ。君サウナ入ってきたのと言わんばかりに、額からは大量の汗でカプサイシン効果マックスです。はい、これ、ね、ハバネロ、まあこれ超激辛に関してはね、唐辛子と、ラー油、豆板醤、そしてハバネロソースで、これね、やはりね、このやっぱハバネロソースが入ることによってね、だいぶこの辛さのパンチが効いてきます。はい、もう口の中が焼けるように痛いです。豚のあばら骨の肉、これマジで美味しい。やっぱり、ね、このスープが辛い分ね、肉の旨味、甘みをね、より引き立って、非常にこう美味しくなって、この豚のあばら肉、甘噛みで食べれます。もう口の中でとろけるようになくなっていきました。非常に美味しかったですね。これ一押しです。はい、で、まあ、今回ねこの、激辛赤ラー油そば紹介させていただきましたけれども、それ以外もですね、一番人気の炙りとろソーキそばと、はい、あとなんかわさびそばとかね、ちょっとこう沖縄そばの常識を覆すような、ね、個性的な、メニューがいっぱいありますので、ぜひぜひ、ね、この浦添市寄った際にはですね、アガリアプラスで、ソーキそばぜひ食べてみてください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。メンソーレ。